どうですか。いやものすごいこれ舞台袖でテンション上がってたんですけど、これに入った瞬間ものすごい元気がなくなりました。皆さんに会えて今日は嬉しいです。ありがとうございます。それでは早速救出したいと思います。溝端くんはフランクフルトとか、あ、フランクフルト？フランクフルトとかフルトを作って、焼き鳥とか、なんか敵屋みたいに、はい、なんか近くにあったストーブで焼いてみんなに配ってくれたりとかしてて、ありましたね。なんかラーメン作ったりとか、ラーメンとか作ったりしましたね。石油ストーブですかね、夜間とか置いたりする、うん、あれでなんか焼けるんじゃないですかって言ってて、で僕がコンビニでアルミホイルとかその焼けるものをいっぱい買ってきて、人に喜んでもらうことが好きなんで、特にやっぱりね、なんかそういうのが思い出に残ってます。なんか修学旅行に来たのかなって僕はそうっすね、結構男らしい人に憧れるんですけども、やっぱすげえ男らしいなと思ったのがやっぱアイブさんで、あれなんですよ、アイブさんはほんまに撮影終わってからすぐお疲れしたってさっぱり帰る姿がめちゃくちゃ男らしくてかっこいいなと思いましたね。それ嫌なやつってことですか。いや嫌なやつじゃないですね。あ、大丈夫、かっこいいアイブサキと思いましたね。さって帰っちゃうんですよ。そうなんですよ、めっちゃ早いんですよ帰るとき。しかもそれもなんか憎めない、すっごい可愛い笑顔でお疲れしたって言うから誰も止められないっていう。もう全然キュンキュンじゃないじゃないですか。いやキュンとしましたよ。メイクこうやって落としてるさなかお疲れしたってさっき帰ってくアイブさんが、そうそう、かっこいいと思いましたね。アイブさんは結構食べていただくシーンが多かったんですが、非常に大きい口で姿勢よくバクバク食べるとこ笑うところね、それから悲鳴を上げて叫ぶところ、全部非常にこのキュートな大きなお口がですね、さらに一層グラッと開くところに非常に胸キュンしました。うるさい二人でした。いつもうるさいなっていう感じ。常に喋ってるから元気なんで、そうなんです、圧倒されてました。なんか兄弟みたいな感じになってきて、はい、そうですね、はい。スタッフさんの中では顔も似てるって、そうなんです。言われてて似てる？うん、そっかそっか、ねえ、そうなんですよ。キャッキャキャッキャしてましたね。はい。